前の動画では中央値この中央値っていうのはデータを小さい方から順番に並べた時の真ん中の値でしたこれを四分位数と捉え直して第一四分位数第二四分位数第三四分位数とこの3つによって大きくデータを4つのグループに分けていきましたそしてこの第一四分位数から第三四分位数までの範囲をそのまま四分位範囲といってそこから 偏差を求めることもできたわけね。この四分位範囲を取ることによって、極端に小さいデータとか、極端に大きいデータとか、ええ、そういったデータを省いて、数のばらつき、データの分布っていうのを見ることができたんです。まあでも、この問題、ちょっと具体的に何をするのっていうイメージわかんと思うよね。 なので今回はこの四分位数についての問題を実際にやっていきながらどうやってこのデータを四分位数とか中央値とかを使っていくのか確認をしていくことにしましょう読んでみます以下は10点満点のテストの15人のテスト結果であるまぁ15個データがあって10点満点になってるわけねそして1番はこのデータの中央値を求めなさいと この中央値とか四分位数の問題が出た場合っていうのはこういうふうに小さい順に並べないと話になりませんなのでここに集まっているデータを小さい順に並べてみましょうやってきますまず一番小さいのはこの1やね数え間違いのないようにしましょう2が2つあるなと3は1つです続いて4が2つ44で五ね で六六で七ですそして八八九九十と八八九九十と一応ちょっと数えとくと一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十五人のデータを小さい順に並べられてるよねそしたらまず中央値えこれはどんな値かっていうとこういうふうに並べたときに 真ん中に来るやつやね。なので十五個あって真ん中やから十五割るには七点五やね。でも七点五個目はないので八個目やな。一二三四五六七八個目です。ここで分けてあげるとこっちにある数って何個なってる一二三四五六七個あれね。1234567ちょうどここで半分に分けることができます。こういう値が 中央値でっていうの答えは,6です中央値は小さい順に並べて真ん中の値を取ってあげればもうそれだけで出すことができるよねそしたら2番このデータの最小値最大値を求めなさいこれめっちゃ簡単です最小値って最も小さい値やねなので最小値はもちろん一番小さい1です同じように考えたら最大値は10やね 大きい値です楽勝です。す。最後3番このデータの第3四分位数はいくらかこれがちょっと難しいよね四分位数をもう一回見ていくとまずこの中央値っていうのは四分位数でいえば第2四分位数やったわけねこれで大きくデータは2つに分けられたわけねんけどこのデータ分けられた数の小さいグループと大きいグループ これをさらに分けてあげるのが第1四分位数第3四分位数でしたまなので第3四分位数っていうのはこっち側やねこの数の大きなグループを半分に分けてあげるものつまりこっちでのこっちのグループでの中央値っていうのがイコール第3四分位数になってるんやね そしたらここにある1234567個のデータで中央値を考えていけばいいです7個の半分にあるとこなので 7÷23.5 でもそんなないから4つ目ねこれですこれを取るとちょうど123後ろにも123と真ん中を取ることができていますこの中央値で分かれた大きい数の大きい方のグループのそのさらに中央値っていうのが 第3四分位数になるんやね。こうやって並べてあげれば簡単です一応同じようにこっちの第1四分位数もやっておくと第1四分位数っていうのは小さい方のグループの中央値になるのでこれも真ん中3やねこれが第1四分位数です第1四分位数ですとちなみにこれはないと思うんやけど 第2四分因数を求めなさいと言われたら、それは中央値のことだから、6やね。これも簡単に求めることができます。中央値や最小値、最大値、四分因数の問題については、数を小さい方から順に並べて、それぞれのグループでの中央値、これを見ていくようにしてください。